すべて才能やね、この世の中、何の仕事も。で、才能っていうのは僕、分かりやすいと 5段階、6段階、0から 5まで、年読みってあると思うんですよ。努力も0から5まであるのよ。で、才能5の人間が5の努力をしたら、ここ25で最高点の結果が出ると。だから、ひょっとしたら、この M1 をしてる君たちの中にも、その、なんか5の努力をしてんのちゃうかと。やったつもりでいても、すごい間違えた努力をしてんちゃうかと。ほんなら1ぐらいの努力しかしてへんかったら、ひょっとしたら才能が3、4はあんねんけど、かけたって3、4しかならないと。陰さんが3で3やと。そういう結果しか出てへん子がいるかもしれんから、僕らが伝えられることってね、努力の方法なんですよ。だから、しんすけさんすっげえ努力したでしょってよ言われて、今でもよ、努力してありますよね、すごい勉強してありますよねって、全くしてないよ、ほんまに。僕、嘘やなくて、全く努力なんかしてへんし、全くそんなしてへん。で、それね、いつもの掛布さんと仲いいんだけど、掛布さんもね、同じこと言うよね、古風草で寝る前毎日500回バッと振ってったと。だからミスタータイガース、掛布になれたって言われると。しんすけさん違うんですよと。プロになったら、毎日500回ぐらい全員素振りしてますよと。うん、それを努力って言えますかねか努力ちゃうよなって俺も言われるよすげえ努力してるよなってしてないって言うんでねだからその意識の問題なんですよだから意味なく500回素振りしたら腕太なるだけやねだから掛布さんと同じようにご放送の上で毎日500回素振りしようねみんなでもみんなしてるから一生懸命してるそれねもう筋トレやねそんなもん練習にならんのやっぱ意識してそう500回のうちの1回1回に自分のイメージして向こうにピッチャーがおってそのピッチャーが誰で何球目でどう掘りようねかっていうイメージをして意識して1回振ってんのを500回繰り返してる人間と一生懸命スイングをしようと思って振ってんのも筋トレにしか過ぎないんですよねだから僕らの努力もそうなんですよだから俺らの努力のほんまほとんどしたことないしただそのどう意識を持ってどうやってやることが効率的で努力なんかとボクサーは1日3時間以上練習したらねオーバーワークなんだよね3時間以上練習したらダメなの僕ねものすごく漫才師と似てると思うの漫才師もね異常な練習はダメもうたくさん練習したらダメそれはねすごく一見ね自分たちが気持ちよくねネタ合わせしても上手くなったように思うのよでもそれはね上手くなったんでも面白くなったんでも何でもないの単に慣れただけネタになれるの自分たちのねだから自分でネタになれた瞬間ね一見もなったもんだけど一個も受けへんからだからもうネタは必要以上の練習はしないうんその今やってるネタをね今自分がやろうとして受けるネタをねそんなことよりもっと基本的なことはしなあかん、うん、例えば練習法の一つとして笑いっていうのはねもうこれなんですか音っていうのは音感やんかで歌の音痴と喋る音痴といいのよね僕なんか歌を歌ったら全然歌えへん、ね、めっちゃ音痴やねんで外れてても今のどの音が外れたよって言われても分からへんね喋りも一緒やねんおもろいやつっていうのは笑いってこうキーなのよやっぱ音なんですなんとかなんとかほんでなっていうネタ振って言葉のにはトーンも落とすし音を変えるじゃない音の変えた時にその音を探すね下手なもんはうんでもねめっちゃおもろいやつっていうのはねもう天性なもんで、ね、その音がブレへんそこへピタッていきよんだよだから一発がおもろい笑えるだからそういうことを身につける前にまず何が必要やねん音楽やったら基本的なリズムやね基本的なリズム感やねだからみんな稽古場で公演でやったりしてるやんか漫才の練習稽古場でやったりとかあんまああいう場所ではそういうとこでもしなあかんネタもあんねんけども基本的にはもっと一番にしなあかんのは歩きながらしなあかんよ二人でちっちゃい声でええから歩くの歩くとねこう歩きながらネタをするでしょ人間っていうのはねゆっくり歩くとねゆっくり喋るのよで早足になったら早口になるのよわかるでしょ経験あるやんかやっぱ、うん、こうやってだんだんスピード上げていくと喋るテンポも上がるのでリズムこう歩いてるリズムがこう喋るリズムになるのよだから相方のコンビで歩きながら自分たちは基本的な基本ベースのリズム同じテンポで漫才したらあかんやから基本ベースになるリズムを例えば僕と B 君が誰かとコンビ組んだ俺とお前の基本ベースのテンポはどれやねんっていうのをまず探そうと、うん、これを俺たちの言うた音楽で言ったら4ビートでやるのか8ビートでやるのかっていうのは一番大切なところやんか自分たちの音楽は何やってクラシックなんかというそういう一番原点はそこよだからコンビ組んでまずおもろいネタをやる必要ないネタっぽい話をテンポでやるのに歩きながらする
で歩いて自分でリズム決める。でこのリズムを自分たちが体の中に入るまでやり続けるの、うん、もうそれがまず基本で、それを基本の自分たちのカッコンビちゃうよ、カッコンビのスピードがちゃう、自分そのリズムが自分たち体に入ってそれが染みついた時に初めて次を、うん、どうやっておもろ、おもろくしていくんや。漫才というのは教科書がないわけやんか。だから俺は18歳でこの世界入った時、まず自分で教科書を作ろうと思った。教科書がないもん勉強できへんやないかと。僕がやったのはあのコンビを組んでね、今いろんな収録するわけで僕らの時はテープしかないから、で自分がおもろいって思う漫才師やんか。自分がおもろいって思う漫才師が自分の感覚に一番近いのよ、うん、ほんでそれをあノート取らんでいいで、メモらんほうがええよ、うん、あのそれをテープで撮るな、テレビでも撮れりゃ今録画でもできるやん。それをなあの何遍見ても一緒やねん。紙に書くのすっごい邪魔やけど、邪魔くさいけど、ずーっと一個ずつ止めては止めては全部紙に書くの、 A と B の漫才をずーっと紙に書くの、ね、ほんでこっちおもろい漫才がこれおもろいって思うやん。そういうやつらを何組かものすごい時間かかるよ。それを暇ができるやんか、それをずーっと紙に書くのね。それをずーっと見ていつも寝る前考えねん、どう違うねんって。だからそうやって例えばおもろいと思う漫才は何でか知らんけどウケんやし、おもろいわけやから、それをバラバラに分析していくの。ほんで書くことによってすぐ見て分からへんよ、でもいっぱい違いが出てくるの、どう違うねんって。例えばオチに入った時の文字数が急に少なくなったりとか、例えば僕がやった時だって昔えらい師匠方がおられて、うまいって名人って言われる人、名人って言われる人と僕が面白いと思った漫才師の人を分析する。すると1分間の中のまああるでしょ、書き出すだけでここで1分経過2分経過で分けていくんだけど、すると1分間の中のまあの数がちゃうのよ。僕がやった時は違ったんよ、ね、そうやよね。10年やってる人20年やってる人うまいに決まってるよね。だからね、まあが細かいの、うん、1分間に例えばうまい漫才師の人が20個の間があったでしょうよ、ね、で俺たちが20個の漫才の間を作ったらそれはやっぱ時間かかるよ、馬になるので。でも俺たち漫才師になろうと思ってる人間ですら1分間に何回ずつ喋ったらで数えたことがないのよ。だから見てる人なんかそんなの気にしてないのよ。おもろいかおもろないかだけなのよ、ね、面白いか面白ないかだけしか見てへんの、お客さんは。だったら下手でもおもろかったらいいわけよ、ね、うまいなんて思われる必要ないわけ。だから僕たちが例えば僕ら時代今から27、8年前なんですけど、 B&B、2B と新助ディスケとあの3組は同じことしてた。1分間の中の間が少ない、うまい人は20個ある、俺らは8個しかないって。どう考えたって8個の方が失敗する率が少ないよね、うん、ほんで1人の人間が圧倒的に喋ることによってリズムが作りやすい。だから技術的に言ったら決してうまい漫才じゃない、まあ、下手くそな漫才、うん、でもお客さんは分かんない。で今あの千里さん、海原千里さん、当時の同い年だから高校生からスターやってね、うん、全然その会社やってんけど、やっぱ同じように僕がテープを取りに行ったんですよ、うん、黙ってね、劇場から怒られるからテープ忍ばして一番前座って漫才取って、で2本ぐらい漫才取って家帰って同じように分析するのよ。で分析して初めて見えることがあるんだよね。なんで高校生やのにこんなおもろいねと、高校生なんでこのセンディマレちゃんとこのスターやねんと、お客さん爆笑やと、俺が見ててもおもろい、もうなんでやねんって思って分析したらネタの8割が同じパターンやねんね、うん、あのオチのパターン、オチのパターン、オチっていろんな種類のオチがあるやんか、そのオチのパターンが8割一緒やねん。僕はねその千里前さんのそれ分析してなるほどと、こんなことをさっきも言ったように漫才師になろうと思って俺も気がつかへんってことは、金払って見てる客なんか気づいてへんわけやんか、プロちゃうんやから。あパターン多いでこれ、同じやつも多いでって、野球で言うたらもう8割フォークボールだよ千里前さんの漫才当時ね。これ2割がまっすぐなんよ。まっすぐがすごいんかやったら、そんなすごいないのよ。でも、さすがに全部フォーク投げたら、客も感じるし、飽きるよね。だから、あえて2割、3割という、自分にとって素晴らしい球ではないんだけど、それを散りばめるわけよね。で、まっすぐ投げることによって、フォークが新しく見える。野球としてはね。
フォークバッグが来たらどんなフォーク投げてもやがて打たれてしまうと。でもすごいフォーク投げるピッチャーだってたまにストライクまっすぐ投げてくると。ただその千里丸さんの漫才で言うと、まっすぐでストライク取ると思ってないよね。もうあとの8割7割のフォークボールを切りよく見せるためのまっすぐ、お客さんの目をくらますためのまっすぐやと。そういうことをね、初め、まあ、コンビ組む前に一人でずっと勉強してたんですよ。歩きながらしなあかんよ、二人で。ちっちゃい声でええから歩くの。歩くとね、こう歩きながらネタをするでしょ。人間っていうのはね、ゆっくり歩くとね、ゆっくり喋るのよ。で、早足になったら早口になるのよ。分かるでしょ、経験あるやんか、やっぱ、うん、こうやってだんだんスピード上げていくと喋るテンポも上がるの。で、リズム、こう歩いてるリズムがこう喋るリズムになるのよ。だから相方のコンビで歩きながら、自分たちは基本的な基本ベースのリズム、同じテンポで漫才したらあかんやから、基本ベースになるリズムを、例えば僕と B 君が誰かとコンビ組んだ、俺とお前の基本ベースのテンポはどれやねんっていうのをまず探そうと、うん、これを俺たちの言うた音楽で言ったら4ビートでやるのか8ビートでやるのかっていうのは一番大切なところやんか。自分たちの音楽は何やって、クラシックなんかという、そういう一番原点はそこよ。だからコンビ組んでまずおもろいネタをやる必要ない。ネタっぽい話をテンポでやるのに歩きながらする。で、歩いて自分たちでリズム決める。で、このリズムを自分たちが体の中に入るまでやり続ける、うん、もうそれがまず基本で、それを基本の自分たちの各コンビちゃうよ、各コンビのスピードがちゃう。自分そのリズムが自分たち体に入って、それが染みついた時に初めて次を、うん、全て才能やね、この世の中何の仕事も。で、才能っていうのは僕分かりやすく言うと 5段階6段階、0から 5まで、年読みってあると思うんですよ。努力も0から5まであるのよ。で、才能5の人間が5の努力をしたら、ここ25で最高点の結果が出ると。だから、ひょっとしたら、この M1 をしてる君たちの中にも、その、なんか5の努力をしてるんちゃうかと。やったつもりでいても、すごい間違えた努力をしてるんちゃうかと。ほんなら1ぐらいの努力しかしてへんかったら、ひょっとしたら才能が3、4はあんねんけど、かけたって3、4しかならないと。インさんが3で3やと、そういう結果しか出てへん子がいるかもしれんから、僕らが伝えられることってね、努力の方法なんですよ。だから、しんすけさんすっげえ努力したでしょってよ言われて、今でもよ努力してありますよね、すごい勉強してありますよねって、全くしてないよほんまに。僕嘘やなくって、全く努力なんかしてへんし、全くそんなしてへん。で、それね、いつも掛布さんと仲いいんだけど、掛布さんもね、同じこと言うよね、古風草で寝る前毎日500回バット振ってたと。だからミスタータイガース掛布になれたって言われると、新さん違うんですよと、プロになったら毎日500回ぐらい全員素振りしてますよと、うん、それを努力って言えますかね、努力違うよなって俺も言われ、その今やってるネタをね、今自分がやろうとして受けるネタをね、そんなことよりもっと基本的なことはしなあかん、うん、例えば練習法の一つとして、笑いっていうのはね、もう何ですか、音っていうのは音感やんか。で、歌の音痴と喋る音痴といんのよね。僕なんか歌を歌ったら全然歌えへん、ね、めっちゃ音痴やねん。で、外れてても、今のどの音が外れたよって言われても分からへんよね。喋りも一緒やねん。おもろいやつっていうのは、笑いってこうキーなのよ、やっぱ音なんです。なんとかなんとか、ほんでなっていう。ネタ振って言葉のにはトーンも落とすし、音を変えるじゃん。音の変えた時にその音を探すね、下手なもんは、うん、でもね、めっちゃおもろいやつっていうのはね、もう天性なもんで、その音がブレへん、そこへピタッていきよんだ。だから一発がおもろい、笑える。だからそういうことを身につける前に、まず何が必要やねん、音楽やったら基本的なリズムやね、基本的なリズムかやね。だからみんな稽古場で公演でやったりしてるやんか、漫才の練習稽古場でやったりとか、あんまああいう場所ではそういうとこでもしなあかんネタもあんねんけども、基本的にはもっと一番にしなくれるよ、すげえ努力してるなって、してないっていうね。だからその意識の問題なんですよ。だから意味なく500回素振りしたら腕太なるだけやね。だから掛布さんと同じように、ご放送の上で毎日500回素振りしようね、みんな。でもみんなしてるから一生懸命してる、それね、もう筋トレやねん、そんなもん練習にならんの。やっぱ意識して、500回のうちの1回1回に自分のイメージして、僕はピッチャーがおって、そのピッチャーが誰で
何球目でどう掘るよねかっていうイメージをして、意識して1回振ってのを500回繰り返してる人間と、一生懸命スイングをしようと思って振ってるのも筋トレにしか過ぎないんですよね。だから僕らの努力もそうなんですよ。だから俺らの努力のほんまほとんどしたことないし、ただそのどう意識を持ってどうやってやることが効率的で努力なんかと。ボクサーは1日3時間以上練習したらね、オーバーワークなのよね。3時間以上練習したらダメなの。僕ね、ものすごい漫才師と似てると思うの。漫才師もね、あの異常な練習はダメ。もうたくさん練習したらダメ。それはね、すごく一見ね、自分たちが気持ちよくね、ネタ合わせしても上手くなったように思うのよ。でもそれはね、上手くなったんでも面白くなったんでも何でもないの。単に慣れただけ。ネタになれるの。自分たちのね。だから自分たちのネタになれた瞬間ね、一見もなったらもんだけど、一個も受けへんから。だからもうネタは、必要以上の練習はしない。どうやっておもろ、おもろくしていくんや。漫才というのは教科書がないわけやんか。だから俺は18歳でこの世界入った時、まず自分で教科書を作ろうと思った。教科書がないもん勉強できへんやないかと。僕がやったのはあのコンビを組んでね、今いろんな収録するわけで、僕らの時にはテープしかないから、で自分がおもろいと思う漫才師やんか。自分がおもろいと思う漫才師が自分の感覚に一番近いのよ。ほんでそれをノート取らんでええで、メモらんほうがええよ。それをテレビで撮るな。テレビでも撮れりゃ、今録画でもできるやん。それをな、あの何遍見ても一緒やねん。紙に書くのすっごい邪魔やけど、邪魔くさいけど、ずーっと一個ずつ止めては止めては全部紙に書くの。 A と B の漫才をずーっと紙に書くのね。ほんでこっちおもろい漫才がこれおもろいって思うやな。でそういうやつが何組かものすごい時間かかるよ。それを暇ができるやんか。それをずーっと紙に書くのね。それをずーっと見ていつも寝る前考えんねん、どう違うねんって。だからそうやって、例えばおもろいと思う漫才は何年か知らんけどウケんねやし、おもろいわけやから、それをバラバラに分析しか出てへん子がいるかもしれんから、あの僕らが伝えられることってね、努力の方法なんですよ。だから、あの、しんすけさん、すっげえ努力したでしょってよ言われて、今でもよ、努力してありますよね、すごい勉強してありますよねって、全くしてないよ、ほんまに。僕、嘘やなくて、全く努力なんかしてへんし、全くそんなしてへん。で、それね、いつもの、掛布さんと仲いいんだけど、掛布さんもね、同じこと言うよね、古風層で、寝る前、毎日500回バット振ってったと。だから、ミスタータイガース、掛布になれたって言われると。しんすけさん、違うんですよと。プロになったら、毎日500回ぐらい、全員素振りしてますよと。それを努力って言えますかね、努力ちゃうよなって俺も言う。だからひょっとしたらこの M1 をしてる君たちの中にもそのなんか業の努力をしてるんちゃうかと、ま、やったつもりでもすごい間違えた努力をしてるんちゃうかと。ほんなら1ぐらいの努力しかしてへんかったら、ひょっとしたら才能が3、4はあんねんけど、かけたって3、4しかならないと。院さんが3で3やと、そういう気取れるよ、すげえ努力してるなって、してないっちゅうでね。だからその意識の問題なんですよ。だから意味なく500回素振りしたら腕太なるだけやね。だから掛布さんと同じようにご放送の上で毎日500回素振りしようね、みんな。でもみんなしてるから一生懸命してる。それね、もう筋トレやね、そんなもん練習にならんの。やっぱ意識して、全て才能やね、この世の中何の仕事も。で才能っていうのは僕分かりやすいと6段階、0から 5まで、そうしようみたいなあると思うんですよ。努力も0から5まであるのよ。で才能5の人間が5の努力をしたら、ここ25で最高点の結果が出ると。